デラ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 ムタ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 ソネ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 ギャルギャルじゃん。くそー高橋です、よろしくお願いします。津軽生まれ津軽育ちのカブトです、よろしくお願いします。はーい、お願いします。いやー、エアポッツプロ買うわもうエアポッツプロ買うからね。ハゲーアズマシーピョン、うわー使ってるね、うん、使えるようになってきたんだ。ハゲーアズマシーピョンすごく機嫌いいわーって、すごい自然に使えるようになってきてますね。自然ではないですが。ということで私はですね、津軽弁を覚えたすぎてカブト津軽弁通信講座に通っているんですけども、何か考えてきてくれたようです。お願いします。嘘は嘘であると見抜ける人でないと津軽弁を使うのは難しいという名言がありますが、その通りで、そうなんですか。どうだったか。私が、ああ今出た名言でした。生名言珍しいね今回は津軽弁ダウトをやらせてください。おー、津軽弁ダウト、かっこいいね。津軽弁に関する言葉を何個か言って、そのうちに1個だけダウトを織り交ぜるので見破っていただけると、あ、やっぱ理解が深まってきたなという話になるわけでですね。嘘を見抜くっていうのはだいぶ高度な技ですからね。そうそう、コミュニケーションにおいて、はい、まさか津軽弁とダウトっていう言葉が合わさる日が来るとはねそれでは津軽弁ダウトやってみましょう。嘘、津軽弁ダウト第1問きた。怖いねこれ。1つ目、はい、トウモロコシを黄身という。あー、なるほど、そういう感じか。なるほどなるほど、はい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 。2つ目、魚を海という。あー、海で、3つ目、ガソリンを油という。あー、なるほど。まあ今回はまだそこまで意味不明だな、意味不明だびょんって感じではないですね。あー、そうだ、一応推理ができるぐらいの。黄身、海、油、まあ全てに総じているのはやはり先客はいるぞっていう感じの言葉ですね。ああそうだ、すでにすごいメジャーなやついるぞっていう、そこが津軽弁のすごいところですよね。そこに飛び込んでいくかっていうマーケティング力のなさそうだね、道理で普及しないわけですよね全国にそれが好きなんですけどね。まあ、油は言うんじゃないの。だって納得だよ、ガソリン油って言われたら、はいはい、一番納得は3番目もちろん、はい。一応魚は連想できるじゃない、海、魚で、津軽弁って割と連想ゲームなところあるなっていうのは思ったので、なんか魚が海はね、なんか子供すぎるというか、もうちょっと気でくれてると思うんですよ。黄身の連想ゲームがもし繋がったら黄身じゃないかなと思うんだけど、あ、分かった分かった分かった、トウモロコシじゃん、あれ剥いたら黄色い実じゃん、黄身じゃない。2番目が津軽弁ダウト。魚を海というは言わん、だ、ダウトです。うえー、だから正解です。やったー、ありがとうございます。ぬるっとしてますね司会者さん2番目がダウトみたいな感じでまあまあまあ、そう、実家で叫んでいただかないと。これね、魚を海というっていうのはまあ嘘なんですけど、はい、やっぱ青森県は海に面してるので魚に対してのリスペクトがあるので。あー、なるほど、やっぱ理解が深いものに対してはちゃんとこうフルネームで呼ぶ。あー、なるほどなるほど。でそれと同じ理屈で言うと、ガソリンについては多分得体が知れないので、油って言うんですけど昔の人から言うとね。さっきトウモロコシを黄色い実って言ってたんですけど、多分正しい変換としては、うん、トウモロコシ、トウキビ、トウキミ、キミなんですよ。あー、そっちか。いや、もう鉛に鉛重ねてんじゃんそうだね、すごいね。黄身でいいじゃんね、黄色い実でね、可愛いじゃん可愛いのが一番大事だと思ってる人だ。第2問よし来い。次にオノマトペを3つ言うので、うん、津軽弁オノマトペ、実在しないものが1つあります。キラキラとかポイッと投げるとか、はい。1つ目、ムタ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 。2つ目、ソネ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 、ギャルギャルじゃん。3つ目、デラ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 、まあ比較的ね、意味が想像できそうな。なんだっけ、ムツムツだっけ、1個目、ムタ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 、2つ目がソネソネで、3つ目がデラデラ。いらない時間だなムタムタ、ソネソネ、デラデラ、やばー、なんか全部座曲から感あるね。
ムタムタソネソネデラムタムタにしてやんよみたいな言ってましたっけ昔ジャイアンが津軽バージョンの時だからまあ海を見てキラキラしてるねみたいなことですよね。この材質ツルツルみたいな、このダイヤムタムタいや昨日寒かったから道路デラデラソネソネ壊れた一行さんやってる、うん、ヒントが欲しければその2つの意味だけ今先に言えますけど、それ聞いたとてかもしれないな。ヒントお願いします。意味を先に言いますが、でかい一つが道路が凍っている様子。え、さっき俺言ったよね、たまたま。うん、さっきたまたま言ってる時に、あ、たまたま言ってんなとは思ったね。ただそれが合ってるかどうか分かんないよね。はい、さっきはムタムタソネソネデラ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 で言ってた気すんな。あー、さっきそれで言ってた。あー、はい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 、俺無意識にデラデラが合いそうと思ったんだな、多分。すごい言語学者の視点。もう一個、もう一個、もう一個が、うん、勢いよくご飯を食べる様子。デラデラっぽいな万能だね。なんかデラックスデラックスみたいな意味でいっぱい食べてる。まあ、だからそういう意味でもデラデラは絶対ダウトじゃないのよ。あ、はいはい、五感がいいっていう、うん、ご飯をもりもり、ご飯をむったむたに食べる、ご飯をそんねそねに食べる、道路がむったむたに滑る、道路がそんねそねに滑る。来ました。あ、何、いいですか。いいです。津軽弁ダウトは2番のソネソネです。なぜですか。3番目は言った通りデラデラは絶対どっちかに当てはまって、僕が不意に言った道路がデラデラに滑るだと思うんですよ。はい。でもムタムタも僕道路だと思うんですよ。え、ペタペタと歩くのペタペタがないムタムタで滑るんですよ、やっぱり。これはヒントはカブト君のダウトです。頼む正解です。おめでとう。全部正解。ヒントもダウトだったでしょ、やっぱり。俺は嘘は言ってない、嘘のヒントは言ってないですけど、ソネソネは確かに実在しない津軽弁です。ああ、そうなんだ。本当にもうカブトの身から出た気持ち悪い言葉。うん、そうなんだ。どうやって考えるの、そういう意味ない言葉って。全部の50音の2乗、 Google で打ち込んで絶対存在しない言葉、もしちょっと存在する言葉だったら嫌だなって思ってそうなんだ。どっちがどっちかだな、あとは俺的100点は。それも正解でした。俺不意に言った時ドキッとしたでしょ。どうした、したした。朝起きたら昨日雪だったはんで道路デラデラとしてるねみたいな使い方をするんですけど。デラデラって言うんだ。そうだ、もう見るからにこう反射してて光っててテラテラみたいな。いや、そうそう、なんかデミグラスソース感あるなと思ったの、デラデラって。なんかソースをデラデラとかけるみたいな。あー、はいはい、まあ、かかっているみたいなところでは合ってるかもしれない。そうなんだ。いや、ちょっと広いな、意味がすごいね。ムタムタがそのご飯を勢いよく食べるとか、めちゃくちゃ早歩きで行ってしまうとか、そういう時に。あー、そそくさとみたいな。あー、そう、ムタムタと。いい感じよ。何気全問正解よ。ね。この3問目を取って、ダウト王になりますよ。津軽弁王の方がいいんじゃない。うっそー、第3問は津軽弁にはんから始まるような接続詞って結構あるんですよ。あー、しりとりできないね。うん、そうそう、長引くんですけど。でもんだっけなとかね、確かに。あー、そう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 、そういう感じのを3つ言うので、2つが津軽弁で1つは、まあ、また関係ない言葉です。2つもあるんだな、んから始まる言葉が。はい、1つ目んだばって。んだばって、はいはい、ありそうありそう。2つ目がんだどもる。んだどもる、ちょっとレベル高いね。なんかポケモンにいたよな、防御力高いやつ3つ目んがうんでれ。うわー、怖ー。最後2つ怖いね。んがうんでれ、なんかポケモンにいたよね、これもねいや、そんなポケモンから始まるやつ量産しないでしょ。んだばって、んだどもる、んがうんでれ、まあ、単純に3つ目に行くにつれて訛りが強くなってってる感じするね。ほんとに進化系みたいな感じだよゼニガメんだばってから始まってレベル16ぐらいでんだどもりになって、レベル32ぐらいでんがうんでれになって、やったはーなかったはーってなる。んだばってはでもありそう、すごい。あ、はい、なんか会話してて、いやでもさみたいな感じで、んだばってそっちの道行ったら落ちちゃうよみたいな危険だね、すごい怖い例文レインボーロードでの話、そんな会話してる余裕ないでしょ、レインボーロードがうんでれ、いや、なんでれはなさそうと思いますよ。
3問目なんですよっていう意味で、ね、ダードボールあたりにダウトを忍ばせるっていうカウトのやり口なんだよね怖いよね。何もわからんガンデルは。ダードボールはでもなんかまあ黙ってみたいなね、はい、ヒントないんですか。ヒントないです。じゃあ決めました、はい、3問目の津軽弁ダウトは3番目のガンデルです。これはもうどうやったって無理、いろいろ考えたけど、さすがに3つ目の一番なまってるガウンデレがダウトです。正解です。やったー。これは高橋の言う通り。そうなのね。そうだね、確かに改めて見るとちょっと最後だけ難しすぎるな、うん、あ、これは改めて見るとちょっと高橋をバカにしすぎたそうだね、ちょっと舐めすぎたのかもしれない。でもだとしてもんだどもるは何よって思う。ダドモールは単純に言ってることを多分略してるだけで、早口なだけで、そうだと私は思っているっていう意味です。思っているのもそうだとのと、あ、そうだとがまずんだか、あ、んだと思る、んだどもる、んだどもる、あ、そうだ、あ、んだどもる、あ、下がるのか、んだどもる、いや全然違う、え、んだどもる、違う、んだどもる、あ、違う、わからんわからん、んだどもる、違う、なんで違うの、違くないでしょ、もう絶対バカにしてるでしょしてないよ。なんか同意できること言ってもらっていい。ね、いや本当に夏だって可愛いよね。あ、んだどもる、あー、なるほど。ちょっとなんかいいですか。いや本当に可愛いよね。何がだからみんなんだどもる、まあ伝わると思う。いやこれは全くわからんわ、何を直せと言われてんのか。違うしか言われないからかこんな先生いないよそっか、改善点を言わないんだもんね。ダバってはちなみに、まあ高橋が言ってた通りで、まあ、そうだけど、そうとは言いますけれども、反論の前ののろしみたいな感じで、あー、そう、ううって感じね。ん、ううって、え、今なんか角田信明いた。角田信明こんな呼吸法してんの。いや呼吸法じゃない、そのホラガイは角田信明が浮かぶから。いやいや、ホラガイって浮かんでんじゃんなんでその先行っちゃうんだよ、その先のみんなが知らない世代の話にわざわざ持ってくんだよ男じゃないんだよずっと喋ってんな。はい、高橋今回全問正解でした。いや素晴らしい、洞察力があるんですね。いやそうだね、本当に津軽弁洞察力というか、中のものでちょっと判断できるようになってきてる、少しずつ。そうだ、津軽弁の文法を覚えたら、多分口にしてみて言いづらい言葉はやっぱり存在しないので、予想ができるようになってくると思うんですよ。いやだからこれ本当にさ、まあ、まだ出てないけど、僕らにはちっちゃい目標があるんですよね。ああ、そう言ってたね。あの津軽弁の日というですね、津軽弁のサラリーマン川柳の大会みたいのがあるんですよね。なんかステージ上に津軽弁の猛者が4人ぐらい並んでて、はい、本当 M1 の審査員みたいな感じだね。はい、採用された俳句を読んで会場中がドカーンとなったり感動したりっていう、これに採用されたい。あれ県外からの応募見たことないな今まで。やば、その時点で落とされる可能性あるね。そうだ、それか変な紹介のされ方するかもしれない、裏の笑い取られるかもしれない。最悪じゃん、何言っちゃうんぜやみたいな感じで会場中がというわけで津軽弁の日目指しています。これから津軽弁頑張りたいんだどもる。合ってます？合ってないです。